森谷義氏から1938年1月20日は日本の実業家。広島電機、島根電力各社長。広電商券、大高和水力各代表取締役。瀬戸内海横断電力取締役。電気協会中国支部長。広島商工会議所会頭。中国財界の有力者であった。本席、広島県阿貴郡府中村。 森山ねぐらの長男。職を広島県警察に報じた。1902年、明治大学法科を卒業した。1914年、七隊員の後を受け家督を相続した。広島区で電力支配人だったが同社が広島電灯と合併し、広島電機が成立すると常務取締役に就任し、ついで副社長に挙げられた。社長となり、 1937年に多年副社長として女房役を務めていた鈴川寛一に椅子を譲るまで15年間第一線に立って社業の運営に当たった。所詮の心情は一人一行主義。地味で堅実な人であったが事業経営に対しては非常に積極的で信念もあり社長就任以来一人一行主義を守って一切他の事業に関係せず営意専念。 広島電機の発展に努めた。広島電機の業績確率と発展は、森屋の奮闘努力と、信念的経営に追うところが多かった。著書には、警官書生君がある。住所は、広島主白島区県庁、同志段原町。ありがとうございます。